ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、紅の豚は機内上映用なので、墜落シーンがないって都市伝説があったんでしょ？ああ、実際に、上映前には墜落などの残酷なシーンはないという新聞報道があったそうだ。でもめちゃめちゃ戦闘シーンも墜落シーンもあるよね？ああ、紅の豚は、日本航空が総制作費約5億円のうち4分の1を出資してな。もともとは機内上映作品として企画されたものだったんだが、だが、当時の JAL には機内上映される映画に飛行機事故の場面は映さないという内規があったんだ。へえ、そうなんだ。最初の話し合いの時、宮崎監督が日本航空側に飛行機が落ちるシーンを出すことを提示し、了解を得ていたって流れだな。宮崎監督の思い入れがあったのかな。そうかもな。じゃあ、そんな流れで、飛行機の空中衝突墜落事故について解説しようか。今回の動画では1938年に起きた大森民間機空中衝突墜落事故について紹介していくぜ。ふむふむ。戦前の80年以上前に起きた事故なんだね。これは日本で起きた事故なのかな？そうだな。この事故の現場は日本の東京都大田区なんだぜ。事故名の大森は現場が大田区大森だからということなんだぜ。へえ、東京都内で起きた航空事故なんだね。その通りだ。それに日本初の民間航空機同士が空中衝突した航空事故でもあるんだ。はぁ、東京都内の上空で空中衝突？いやいやいや、東京都内でそんな飛行機同士の衝突事故なんて起きたら、大きな被害が出たんじゃないのかな？ああ、なのでこの事故では85人が犠牲となり、106人もの負傷者が出るほどの大惨事だったんだ。あ、言っちゃあれかもだけど、思ってたよりも少ないかも。飛行機同士の追突事故だから、もっと犠牲者数とか多いのかなと思ったわ。それに助かった人も多かったんだね。まあ、飛行機が小型のものだったからな。でも飛行機の搭乗者は全員が亡くなってしまったんだ。なので負傷者の全員は地上にいた人たちだな。はぁ？ということは亡くなってしまったのも、地上にいた人の方が多かったりしたの？この事故の犠牲者85人のうち、地上にいた人たちは80人だから、犠牲者の9割以上が地上にいた人たちということになるな。おい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 。むちゃくちゃなやつじゃん。空からいきなり恐ろしいな。えぐいレベルの大惨事じゃん。そうだな。運悪く、飛行機が墜落した場所が当時の繁華街のような地域だったんだ。近くには森ヶ崎高専という東京都内で最古の温泉や森ヶ崎海水浴場もある場所だったんだぜ。他にも旅館や料亭が数十軒もあったり、芸者置屋や別荘などがあったんだ。なるほど。賑やかな場所だったんだね。じゃなくって、そんな賑やかな場所に墜落とか、一体何があったのよ。ああ。なので、この事故は当時としては世界最大級の犠牲者を出した航空機事故だったらしいぜ。そりゃあそうでしょうよ。でもなんでそんな飛行機同士が空中で衝突するような事故が起きてしまったのかな？それも都内の上空で。さて、どうしてだろうな。この衝突事故の詳細などについては、これから経緯を追って詳しく説明していくことにしよう。では、まず最初にこの衝突事故を起こした航空機について話していくとしよう。2機あるんだよね。そうだな。1機目の航空機は、三菱重工が生産した HD14 機だ。この航空機には2人の乗員がいたんだ。1人は日本飛行学校の教官で、もう1人は同校の学生だった。先生と生徒の2人で飛行したんだ。ということは学校の訓練とかだったのかな？その通りだ。2人が乗った HD14 機は、訓練飛行の目的で8月24日の8時50分頃に羽田飛行場を離陸したんだ。羽田飛行場？ああ、これは現在の羽田空港のことだな。なるほどね。それで、若い生徒とベテランの先生が乗ったということだね。まあ、学生は19歳だったので若いんだけれども、先生も23歳で若かったんだよな。あら、随分と若い先生だったんだね。そうだな。そしてもう1機の方は、中島飛行機が生産したフォッカースーパーユニバーサル旅客機だ。この航空機も訓練飛行を目的に羽田飛行場から離陸したんだ。じゃあ、同じように生徒と教官の2人が乗っていたのかな？いや、フォッカースーパーユニバーサル旅客機には日本航空輸送の教官と学生が2人の合計3人が乗っていたんだ。こっちも若い先生だったのかな？まあ若いといえば若いが、こちらの航空機に乗っていたのは29歳の教官だな。なるほど。ちなみに、この中島飛行機っていうのは有名な会社なの？そうだな。この中島飛行機というのは、終戦時までは東洋最大、世界有数の航空機航空エンジンメーカーだったんだ。中島飛行機は、日本軍向けに多くの軍用機を開発製造したことでも有名なんだぜ。そういった理由もあって、戦後に解体されたんだ。また、自動車メーカーのスバルのルーツの企業でもあるんだぜ。あ、じゃあ、すごいちゃんとしたメーカーなんだね。あと、
ちなみにさっき出た日本航空輸送っていうのは一体何なのかな？これは、正式名称は日本航空輸送株式会社という、昔あった日本の大手航空会社の一つだな。当時の政府主導で設立されて、主に日本国内と東アジアを中心とした航空路線を運行していたんだ。1938年に大日本航空株式会社に改組し、そして1945年に解散した企業だぜ。こっちも大きな会社だったんだ。そして、フォッカースーパーユニバーサル旅客機は8月24日の8時50分過ぎに離陸をしたんだ。これは HD-14 機の離陸のすぐ後って感じだぜ。HD-14 機は8時50分頃に離陸って言ってたもんね。HD-14 機の直後に離陸したってことだね。それで衝突した時は、どんな状況だったりしたのかな？ HD-14 機とフォッカースーパーユニバーサル旅客機が衝突したのは離陸からすぐの8時55分頃だったんだ。当時の東京市大森区森毛崎町の上空150メートルのポイントで衝突し、両機の主翼が外れるなどして空中分解して墜落したんだ。うわ、すごい衝撃の衝突だったんだね。そして空中衝突した HD-14 機は、沖屋に墜落した。そのため、この沖屋にいた二人の芸妓が下敷きになり、この事故の犠牲者となってしまったんだ。うげー、この事故で芸妓の人が亡くなっていたんだ。たまたまそこにいただけなのに、かわいそう。もう一方のフォッカースーパーユニバーサル旅客機は、山本ラッシュ製作所に墜落してしまったんだ。この山本ラッシュ製作所というのはどんな会社なのかな？そうだな。詳しくはわからないけれども、ネジの工場だったらしいぜ。あ、そうなんだ。そこで働いていた人たちは？こちらの方が被害は大きかったのかな？ああ、こちらでは45人の犠牲者と106人の重軽傷者が出てしまった。うげ、そんな大惨事に。というのもフォッカースーパーユニバーサル旅客機は、航空燃料タンクからの引火によって大爆発を起こしてしまったんだ。あちゃー、飛行機が大爆発してしまったんだね。そうだな。それにこの大爆発が起きたのは、この事故が8月24日という、ガソリンの揮発性が非常に高くなってしまう暑い時期だったということもあったんだ。なるほど。そういった環境面での不運も重なってしまったんだね。また、航空機が地上に墜落してから約3分から5分後ほどで、この大爆発が起きてしまったと言われている。逃げる間もなく。ひどい。それで多くの犠牲者が出てしまったんだね。それに、事故の直後に隣接する工場の多数の従業員が救出に駆けつけていたんだ。この助けに来た従業員のうち12人が爆発によって即死してしまった。なんですって？そんなことも。救助しようとして巻き込まれるなんて。また、この被害は近くの工場や民家3棟にも及んだ。2つの工場が全焼し、さらに9つの工場が被害を受けたんだ。えげつないじゃん。かなり広い範囲に被害が出てしまったんだね。さらにこの航空事故では、前日のように犠牲者が増えていったんだ。事故の翌日には25人が亡くなり、さらに2日続けて10人以上が亡くなった。その後も犠牲者は、事故から約1ヶ月後まで連日増えていったんだ。うげー？本当にすごい悲惨な事故だったんだね。そして最終的な犠牲者は85人となったんだ。また、この事故で航空機の乗員5人全員が亡くなってしまった。なんともまあ。でもさ、この衝突事故の原因は、一体どんなものだったのかな？では、この大森民間機空中衝突墜落事故の原因についても説明していくとしよう。ただ、当時はフライトレコーダーやボイスレコーダーもない時代だったんだ。ということは事故時のコックピットの状況などはわからないってこと？そういうことになるな。しかもこの時代には航空事故調査委員会も存在していなかった。でも、これだけの事故なんだから調査自体はするはずだよね。まあそうなのだけれども、戦時体制下ということもあって詳細な事故原因の究明などはされなかったのではと考えられている。え？じゃあ、事故の原因は一切不明ということ？まあ被害者への補償などは行ったので、全く調査しなかったというわけではないと思うけれども。でも、外部に向けては原因などは発表していないの？どうなんだろうな。ちょっとはっきりしなさいよ。一応当時の航空朝日などの航空雑誌に、著者不明だけれども事故原因の考察記事が掲載されたらしい。また、この考察と似た内容を朝日新聞も伝えていて、こちらの朝日新聞には航空局技術部長のコメントとして掲載されていたんだ。なるほど。それで、その考察記事は、一体どんな内容だったのかな？ああ、事故の原因として3つの問題を指摘したんだ。ふむふむ。一つ目は環境の問題だ。事故当日の早朝、上空には濃淡ある霧が発生していて、視界が非常に悪くなっていた可能性もあったんだ。なるほど。霧の発生で視界が悪くなっていたかもしれないということだね。そして二つ目は航空機の構造上の問題だ。
ホッカースーパーユニバーサル旅客機の操縦装置は左の操縦席にだけあるといった構造上、右方向に対する視野が狭くなっていた。また HB14 機も、主翼が2枚以上ある複葉機の特性と機体設計の癖が複合的に起因して後方警戒が困難な構造だったんだ。霧の発生とは関係なく、コックピットから周りが見づらい構造の飛行機だったと。もしかしたら、その欠点が事故を招いたかもしれないということだね。その可能性もあり得るということだな。あくまでも可能性の話だと。まあ、考察の一つというだけだしね。そして三つ目はパイロットの問題だ。両機とも教官が同乗してはいたが、学生による練習飛行だった。そのため飛行操作でいっぱいいっぱいで、周りを飛行する他の航空機に対する注意が十分でなかった可能性が指摘された。これはありそうな気がするね。学生が操縦していたんだもんね。そんなに余裕はなくても当然といえば当然だよね。そうだな。ただ以上の3つの問題も、あくまで可能性の話だからな。事故原因についてのきちんとした調査が行われたかどうかも不明だ。こういった状況だったので、事故の後もいろいろと大変だったらしいな。え？いろいろと大変だったって、それって一体どういうことなのよ。では、この衝突事故のその後についても話をしていくとしよう。さっきの話だと戦時下体制だから、詳しい調査などは行われなかったとのことだけども。それはそうなんだが、ただこれだけ大きな事故だったので大規模な合同葬が行われたんだ。あ、なるほどね。そういうのはやるよね。この合同葬は事故から5日後の8月29日に行われたんだ。結構すぐに行われたんだね。ああ、合同葬は大森第4小学校の校庭で行われ、葬儀委員長は地元の大森区長が務めた。また、天皇皇后両陛下から寄付金が出され、さらに陸軍海軍挺身大臣などの関係者から贈られた花輪が300以上も集まるほど大規模な合同葬だったんだ。国家レベルの規模って感じだね。でも、これだけ大きな事故なんだから、それも当然のことなのかもしれないね。また、事故現場の近くにある法上院で事故の被害者を祀られることになったんだ。この法上院には、85人の犠牲者の慰霊のため地蔵尊や位牌が安置されたんだ。ふむふむ。でも今までの話を聞く限りだと、事故の後に大きなトラブルで揉めたりとかはないような気がするんだけれども。そうだな。いろいろと揉めたのは被害者への補償に関連することなんだ。なるほど。でも、確かにそれはいろいろと大変そうな気がするね。ああ。当初、航空会社と飛行学校は総額で10万円の解決金を提示したんだ。10万円。でもこれは当時の金額だよね。そうだな。ちなみに当時の小学校教員の初任給は45円から55円ほどだったと言われている。なるほどね。そうすると、10万円ってかなり大きな金額だよね。まあでもこれは総額だからな。例えばこの事故で世帯主が亡くなってしまった場合だと、だいたい800円ほどの保証になったんだ。800円。でも当時の物価を考えると、まあそれでも、さっき言った初任給の20倍以下だけどな。なるほど。そう考えると確かに少ないのかもね。そうだな。現在の初任給の平均を20万円から30万円とすると、その20倍だと400万円から600万円って感じだな。まあそれぐらいか、それより下の金額だと考えるとわかりやすいかもしれないな。そう考えると少ない感じがするね。これは揉めそうだわ。そうだよな。なので結局10万円に1万円をプラスすることになったんだ。総額11万円の解決金になったってことだね。その通りだ。ただ、この解決金を決定するプロセスがかなり強引な面があったらしいな。それってどんな風に強引だったの？ああ、実は朝日新聞の元政治部長で平成帝京大学の羽原教授がブログで、この事故の報告書の内容を紹介しているんだ。あ、報告書があるんだ。でも、最初の方に当時は事故の調査委員会はなかったっていう話が出てたと思うけども。そうだな。この報告書を提出したのは航空機事件被害者前後処置委員会なので、調査委員会とは少し違うかな。あ、なるほどね。それなら納得だわ。ちなみに報告書の正式名称も昭和13年8月24日東京市大森区に生じたる航空事故始末報告だから、やはり調査報告書とは少し違うかもしれないな。微妙に違うかもしれないってわけだね。そして、この航空事故についての対応などが一段落したのは、9月12日だったんだ。事故の発生から1年と少しかかったってこと？いや、事故から20日かからずに一応の決着がついたって感じだな。はい？さっき話した保証金や解決金などについても、このわずかな期間で決まったって感じだな。いやいやいや、どういうことよ？だって、この事故から1ヶ月間ずっと犠牲者が増え続けていたんでしょ？事故から20日後って、それってまだ犠牲者が増え続けている期間だよね？まさにその通りだな。なので9月12日に一段落した後も、事故の犠牲者は増え続けていたんだぜ。
そんな状況なのに、それはちょっと勝手すぎるでしょうが。また、大森区役所での警察署長と区幹部立ち会いで開催された解決金の話し合いの場では、事故の当事者である日本航空輸送の常務が航空に関することは国力の伸長に重大な関係がありますので、会社も皆様もこの点を尊重いたして速やかに解決いただきたい。この状態は我が国の航空力を乗す上に障害となりはせぬかと心配しているというような発言を行った。は？何抜かしちゃってんのよ？まあ戦時下体制だったので、そういった点を考慮してほしいということだな。やべえやつだな。事故で大勢の一般の人が亡くなっているのに。まあそう思うよな。また、この解決金などの協議で中心的な役割を担ったのが小沼虎之助という人だった。この小沼氏はもともとは経営者だったんだが、当時は大森町議会議員だったんだ。主に航空会社側との交渉などを行ったとされている。ふむふむ。地元の議員の人が間に入ったと。その小沼氏は、報告書の中で次のような意見を述べているんだ。どんなことを言ったの？小沼氏によると一つの災禍に沿ったし、無批判的にのみ立ち付加され、ただに愚痴を飲みくりり変へしていてはならない。最悪にあった瞬間から、直により高き物建設のためにこれを活用し合うという勇気を失ってはならないらしく、このような意見が報告書には掲載されているんだ。え？とまあ、事故の被害者はあまり意見を出したり保証を求めたりせずに、前を向いて頑張れというようなことを言っているのだと思うけれど。これまたやべえやつ登場だな。そもそもこれって事故だよね？天災や災害とかでなく。ああ、それは間違いないな。こいつは一体何を抜かしちゃってんのよ。まあ、現代の感覚だとそう思うのも無理はないよな。時代だからかな。なんか鬼滅の刃とかに出てきそうな発言だよね。普通、町議会議員なんだし、被害者側に立つべき人物なんじゃないのかな。そうだな、この発言とかを見ると、そんなに被害者には寄り添っていないような感じのする人物だよな。それにこの小沼氏は、今回の事故の後には声優会から東京府議に当選したんだ。声優会？ああ、声優会というのは当時の大きな政党のことだな。声優会の有名な政治家だと、伊藤博文や鳩山一郎などがいたんだぜ。あ、総理大臣とかもいた政党なんだ。そうだな。また小沼氏は、戦後には初の公選による大田区長にもなっているんだ。よくもまあ、こんな発言した人が選挙に当選するとは。まあ、ただ繰り返すけれども、当時はそういう戦時下体制の時代だったということなんだろうなとは思うぜ。あとは、そういった戦時下の体制にとって都合の良い人物だったということはあるのかなと。事故の後に政治家として順調に出世しているので。なんかムカつくなぁ。政治家っていつの時代も、まあ、このあたりについては先ほど言った羽原教授のブログ記事落ち穂重機が詳しいので、興味のある人は読んでみると良いかもな。ただこれは正確に言うと、メルマガのウェブ転載記事だから、ブログではないのかもしれないが。ふむふむ。でも今回の大森民間機空中衝突墜落事故の話を聞いて、こんな悲惨な事故なのに、事故の原因などがきちんと調査されていない可能性があることに驚いたわ。もしかしたら調査したのかもしれないけれど、外部に調査結果を発表していなさそうだしね。また、さっきの町議会議員や日本航輸の常務の人の発言や態度からは、事故の責任や再発防止とかは軽視されていたのかなって思ってしまったわ。事故自体も多くの被害者が出た悲劇だと思うけれど、その後の対応なんかもひどくてこちらの件にも大きなショックを受けてしまったかな。本当にその通りだな。確かに時代背景を考慮する必要はあるけれど、そうとは言っても戦中の80年ほど前の時代だからな。時代のせいで全て片付けてしまうのは、それはそれで問題かもしれないな。今では当たり前のことではあるけれど、事故などが起きた時は原因などをできるだけ公表するべきだし、そういうことを可能にする体制を事前に整えるのが重要なことだよな。そういった知見が、今後の事故の防止や対策などに役立ったりもするからな。ともあれ、今回の動画はこの辺で終わりということにしておくとしよう。みんなは今回の動画についてどう思った？意見や感想があれば、コメント欄に残していってくれると嬉しいな。ぜひともお願いするぜ。みんなが記憶に残っている事件や事故なんかも教えてくれよな。コメントはすべて拝見させてもらっているぜ。私の毎日の楽しみなのよね。そうだな。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。このゆっくり災難資料館のチャンネル登録はもちろんだけど、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、チャンネル登録と合わせて通知のオンも忘れないでね。メンバー限定の動画や投稿なんかもあるからメンバー登録もぜひ検討してくれると嬉しいわ。サブチャンネルのゆっくりお金の学校や、イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツあるから、この後、動画の概要欄からそれぞれのリンクもチェックしてくれよな。応援してくれたら飛び上がって喜ぶわというわけで、ご視聴ありがとうございました。